わあ。よーし。みんな分かってるんだろうな。期限は5月2日だぞ。あの城に行ってお宝を盗めばいいんだよね。つうかお宝って何なんだ？そこ説明してくれよ。お宝ってのはパレス主の歪んだ欲望の象徴だ。いわばパレスの核だな。取っちまえばパレスは形を失うはずだが、鴨下のお宝が何かは我が輩にもわからん。そのお宝ってどこにあるの？それも入ってみなきゃわからん。どうせパレスの奥底に御所を大事にしまってあるだろうさ。まあ大体わかったぜ。とにかくお宝を探せってことだろ？まあそういうことだ。実際に行かないとわからないことも多いしな。とりあえず目標はパレスのどこかにあるお宝の場所を見つけることだ。不測の事態を避けるためにもできるだけ余裕を持って行動しろ。お前らの働き期待してるぜ。あれ？決めねえとな。コードネーム？俺がスカルでジョーカーにモナ。アンドノの格好だと尻尾といい、この格好はもうなあお前どうよ？その名前で今後呼ぶ気？絶対嫌だし。じゃあ何がいいんだよ。猫じゃなくてパンサー？割といいんじゃない？どういう意味だ？ひょう、めひょう。めひょう言うな。そんなことよりカモシだ。そうだったな、行こうぜ。じゃあ仕切り直していこうぜ。こっからはガチで行くぜ。おいおいお前たちに我が輩がパレス攻略のイロハを教えてやる。主よりお言葉です。囚人戻りました。実に結構。私の言葉を覚えていたようだが、更生させる甲斐もあろうというものだ。
もったいぶっているわけではないのだ。お前がなすべき構成の何たるか、お前が美学を共有する仲間と出会い、現実に自分の居場所を見出した時、その時に改めて話してやろう。それもそう遠くはあるまい。今回はお前への支援について案内させてもらいたい。お前はワイルドという素養によって複数のペルソナを扱うことができる。ワイルドは無限の可能性でもある。その素養の育成、我らが支援してやろう。そのためにお前のペルソナを処刑させてもらう。案ずることはない。ペルソナはお前の内なる人格。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせるということだ。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせる。それゆえの処刑だ。いわばペルソナ同士の合体。では実際に試してみるとしよう。まずは1体目のペルソナを選ぶのだ。ではもう1体のペルソナを選んでもらうが、以前協力者との絆について話したことを覚えているかね。ペルソナは心の力。お前が育んだ絆が強ければ、お前のペルソナもそれだけ力を得る。ことにペルソナの処刑、すなわち合体においては影響は絶大だ。絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナを生み出す際、大きな力を得る。ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。忘れないことだ。加えてもう一つ忠告しておこう。合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかねるということだ。合体の結果予測とも照らし合わせ、己の丈に見合ったペルソナを選ぶがいい。これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もともとは持たないスキルも継承させることが可能だ。もっとも初めから難しく考え込む必要はない。まずは欲しいと思うスキルを選んでみることだ。引き継ぐ技能を選びなさい。さてどれほどの力を授かるかな。では始めよう。我はアルセール、お前の中のもう一人の自分。今この場から消え失せようと、我は常に汝の傍らにある。お前の運命が定まるその時、またお会いし。ペルソナの血肉からより強いペルソナが生み出され、新たにお前の力となった。戦いの場へ赴けばよりはっきりと価値が分かるでしょう。
ペルソナを集めてくるがいい。多くを集め、多くをここで処刑し、より強いペルソナを生み出していくのだ。そして力を養うことがお前の構成であり、やがて破滅に抗う重要な鍵ともなるだろう。構成がはかどるよう、処刑の方法はいくつかの祭儀から選べるようにしてあります。しかも貴様の励み方次第ではさらに新たな祭儀の開発も主は考慮されるそうだ。泣いて喜べ囚人。お前の心は着実に抗う力をつけている。構成は順調なようだ。実に喜ばしい。そこで私から贈り物を用意した。受け取ってほしい。よし。それは心の目を開き、闇に隠された獲物をも見透かす賊の技。今のお前なら使いこなせよう。より一層の構成に励むがいい。では望みがあるなら聞きましょう。構成は順調かな。ジュスティーヌ、お前のあなたの奇跡です。このペルソナですね。相応の代価は必要です。あなたの力です。終わりですか。なんだ、せいぜいあがけよ。どうしたお前、いきなり棒立ちになって。んだよ、ぼーっとして。お前時々何考えてっか分かんねえよな。器がでかいってことにしといてやるよ。頼りにしてるぜジョーカー。でどっから取りかかる。ひとまず前回見つけた西館1階のセーフルームまで行こうぜ。いつもの入り口からすぐの場所だ。あそこから先はまだ調べてないからな。セーフルーム？行きゃわかるって。んじゃ出発しようぜ。
暴いてやる。何者だ。よし、まずお手本を見せてやる。よく見とけよ。この隙にバトンタッチで交代するんだ。よし、任せたぞ。弱点をついて同じようにやってみろ。よし、バトンタッチで力を増せる。よし、バトンタッチでさらに追撃だ。よろしく。2人目にスタート。踊れカルメン。いいぞ、そのまま続け。これで全部コーダーだ。畳みかけるぞ。よく聞け。だからって。じゃあ実行に移ろうか。正体を見せろ。なんだ。先制攻撃チャンスだ。イクマンの信念を信じて。うっせ、お疲れ。よし、勝利だな。よし。おあ、手応えねえな。正体を見せろ。どんなに楽しみち。先制攻撃チャンスだ。つうかさ、え、マジ？どう？どう？マジ？へえ。
相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。うん、ジョーカー怪しいな。暴いてやる。何者だ。先制攻撃チャンスだ。行け。鮮やかな勝利だ。よし、楽勝すぎてあくびが出るぜ。暴いてやる。何者だ。よし、こちらの先生だ。さすがジョーカー。鮮やかな勝利だ。この力があれば。さて、我が輩にかかれ。ここは使えそうだな。じゃあ、よく聞け。シャドウだ。正体を見せろ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。よし、暴いてやる。
そうですか。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。お兄ちゃんの顔怖い。すべて晴らしてやる。いよいよ。うっせ。お疲れ。よし、勝利だな。よし。余裕だぜ。おいおい。これはあれか。なるほど。ま、正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。鮮やかな勝利だ。よし。余裕だぜ。宝箱じゃん、ラッキー。正体を見せろ。先制攻撃チャンスだ。いけよし。あれ、楽勝する。おいおい、何か。何よ。いいぞ。よし、行こうぜ。お、正体を見せろ。みっともないや
ここ進むのはちょい厳しいか。別の場所を探す。待て、あれを見ろ。なんだ、あそこにロープでもかけて登んのか。怪盗ってのはもっとスマートにやるもんだ。こういう時はよしよし、しっかり装着したな。我が輩が密かに作っておいたものさ。ワイヤーを使って遠くまで一気に移動できるぜ。ま、習うより慣れろだ。まずは使ってみろ。よし。ふわ、なんだよこれ。すごいね。おい、強す、暴いてやる。セルフだ、すべて離してやる。余裕の勝利ってやつだな。むむ、ここセーフルームだよ。じゃあ、暴いてやる。よし、こちらの先生だ。ジャックランタン、くらえ。我が決意の証を見よ。ゲスレディ。さて、ふん、俺の敵じゃねえぜ。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。セルフだ、踊れ、カルマンだ。もっともっと、セルフだ。パンサー素敵だ。あとお願いね。バトンタッチとに追撃 だ。おっと、動くんじゃない。まあいいや。弱気なやつだな。親切な感じで接してみようぜ。
マジかよ。また新たな仮面を増やしたな、ジョーカー。さて、シャドウがいるよ。どうする？シャドウがいるよ、ジョーカー。正体を見せろ。よし、こちらの先生だ。自分の実力は怖いな。意を示せ、ゾロ。自分の実力は怖いな。バトンタッチだぞ。エルサー、奪え。ジョーカーがクリーン。いいかい、やるぞ。力が湧いてくる。よし、手応えね。さて楽勝楽勝。感じるぞ。怪しいな。シャドウ発見。暴いてやる。よし、こちらの先生だ。ペルソナー。来い、いただきの狼、すべて晴らしてやる。うっせ、お疲れ。よし、勝利だな。さて、手応えのない相手だったな。おお、よっしゃ。何か怪しいな。怪しいな。これって、ああ、もうジョーカー。
おい。感じるぞ。お？くそ。うわ！なんだよこの部屋。鈴井の写真だらけじゃねえか。これ全部鈴井の写真か。うん、絶対にね。なんか闘志湧いてきたよ。気分は良くないだろうが、部屋を探索するぞ。あんな大仕掛けで隠してたんだ。必ず何かある。厳重に隠されてたんだ。きっと大事なものだぜ。ありがたく頂戴しておくか。待って、メダルの下にも何かあるよ。こいつは前のとは別の見取り図だ。ラッキー、一緒にいただいとこうぜ。おお、これで見取り図が揃ったみたいだぞ。じゃああれか、お宝の場所もわかんのか。見ろ、きっとここだ。変な形の建物だね。どうか何かかな。今の場所から考えると距離的にはあと半分ってとこだな。よし、だったら一気に行っちまおうぜ。いや、先が見えたならペース配分も考えられるはずだ。適度に引き上げつつ探索を進めようぜ、ジョーカー。なんかあいつ様子おかしくね。ブツブツ言ってるくせに動かねえぞ。気をつけろ。我が輩の予想通りならあいつはちょっと厄介だぞ。よし、なら俺が速攻で黙らせてやるか。気をつけろよ。邪魔だ。聞くだろ。うわ、なんだよあいつ急に。攻撃したら動き出したか。やっぱり予想通りのやつみたいだぜ。だがあいつを倒せば。お前たち見てろよ。えらい。うわっ、なんだ、爆発したぞ。説明は後だ、今は戦闘に集中しろ。またさっきのがいるな。あいつは中途半端に手を出すと厄介だ。叩くときは弱点をついたりして一気に畳みかけて爆発させるのが良さそうだ。眠らせたりで動けなくするか、いっそ後回しにするのも手だな。生意気なくするだな。おい、テルス、すごいね。
あ、よっしゃ。セーフルーム。お、新しいセーフルームだな。